丹波大船駅は兵庫県丹波笹山市西小沢座森田の壺にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。当駅北はアーバンネットワークや JR 宝塚線の愛称区間から外れる。安島村初代村長森六兵衛が自分の土地を無償提供して説得と誘致を進め、当駅の設置に至った。1915年。 村民が駅を見下ろそうかに森のくどく日を建てた。旧滝群聖基調に最も近い駅であり、無人化する以前は貨物の周廃も行い、人々に利用されていた。一面二線の島式ホームを持つ地上駅で列車交換が可能。ホームは駅舎に接しておらず、ホームへは北端の古仙橋を渡る必要がある。篠山口駅が管理する無人駅で駅舎内に 近距離乗車券用の自動券売機が置かれている。2021年3月13日に行こうかなどの交通系 IC カードに対応した。トイレは駅前に男女別推薦のものがある。1番乗り場を上下本線とした一線スルーの配線で大半の停車する列車は上下線を問わず1番乗り場を使用する。2番乗り場は行き違いを行う普通列車のみが発着する。 なお、列車運転指令上での番線番号は、案内上の乗り場番号とは逆になっており、2番、乗り場の方が1番線と扱われている。日中は1時間あたり、隣の市の山口駅発着の普通が1本停車する。朝晩には大阪駅発着の列車の設定もある。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫県統計書によると、 2016年度の1日平均乗車人員は105人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前に古くからの住宅地があり、南に離れた住吉台地区にニュータウンが形成されているが当駅の列車本数が少ないためマイカーバスを使用し、隣の市の山口駅を利用する住民が多い。北西の国道176号沿いに、 新規グリーンバスが発着している。同バスでは IC カードのニコパピタパイ効果が使用できる。ありがとうございます。